PK での戦いとなっています。スタジアムに独特の緊張感が漂います。キッカーがボールを置きます。最初のキッカー、第一キッカー、キーパーの動きをね、考えすぎたんでしょうかね。気合十分。さあ、どこへ蹴る。キーパー読みが外れました。おお、うまい。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負が見えてきますからね。さあ、どこを狙うのか。これはキーパー逆を突かれました。ちょっと逆でしたね。2番目のキッカーです。どうだ。うまいですよね、軽くキーパーを見て。マドリー・チャマルティン1点ビハインド。どうだ、逆サイドに決めてきます。狙い通りだったでしょうかね。ボカジュニオルス3人目です。コースはキーパーの逆をつきました。うまく狙ってきましたね。今のところ1ゴール差。さあ、どこへ蹴る。キーパー逆をつかれます。ちょっと間が良くなかったですね。ボカジュニオルス4人目です。どうだ。ああ、残念ですね。悔しいでしょうね。マドリー・チャマルティン5人目です。どうだ。右を選択。どう。本当にね、落ち着いてますよね。マドリー・チャマルティン、これを止めると勝利が決まります。さあ、どうだ。ここでは終わらせません。決着はまだつきません。外せば終わりのサドンです。さあ、どこを狙うのか。スピードボール左に。こんな何秒我慢できるかどうかですからね。ここもあえて言いますが、決めなければならない。決めるか。決めてきましたね。うまく逆をつきましたよね。突然の死、サドンです。どうだ。カデスですね。ボカジュニオルス、もう後がありません。決めるか。決められた。サドンです。続きます。キーパーの逆取りましたよね。サドンですです。さあ、どこへ蹴る。本当にね、呼吸ができませんね。ボカジュニオルス、望みをつなげられるか。さあ、どうだ。いやー、よく決めましたね。うまいですよね、軽くキーパーを見て。外せば終わりのサドンです。コースは慎重に、スピード弾道右へ。ちょっと間が良くなかったですね。キッカーとしてはね、緊張感が増しますよね。決めるか。決められた。
サドンです。続きます。これやられるとね、キーパー辛いですよね。突然の死、サドンです。どうだ、クロスバーです。いや惜しかったです。後ろからね、味方を見てるんで緊張しますよね。さあどうだ、キーパー一度ディフェンス、これは読まれちゃいましたね。サドンデスです。さあどこへ蹴る、これはキーパー枠を突かれました。狙い通りだったでしょうかね。ボカジュニオルス、ここを外すと負け。決めるか、決められた。サドンデス続きます。ちょっと逆でしたね。生きるか死ぬかの戦いが続く PK 戦。コースはうまく狙ってきましたね。ここは外せませんよね。さあどうだ、落ち着いてますよね、非常に、うまく逆をつきましたよね。外せば終わりのサドンです。さあどこを狙うのか、キーパーの逆をつきました。おっと、うまい。外した瞬間負けです。決めるか、決められた。サドンデス続きます。激しいですね。サドンデスです。どうだ、キーパー読みが外れました。こんな何秒我慢できるかどうかですからね。いや追い込まれましたね。決めるか、最後までもつれ込んでの勝利です。さあ北澤さん、最後は PK 戦での決着となった。